はい。皆さん、こんにちは。先日も Waves から新しく出ました Cosmos という画面右にある検索ブラウザを無料でゲットできましたので入れてみました。そして同時発売の画面左にある CR8 というサンプラーですけれども、サンプラー自身には正直僕は興味がなかったのでスルーしてたんですが、いろいろ調べているうちにかなり便利で そして、音がいいということが分かったので、今、キャンペーンなどで安く手に入りますので、導入してみました。すると、どうでしょう。とっても使い勝手が良く、サンプラーの代表といえば、ネイティブインストゥルメントのコンタクトが上げれると思うんですけれども、コンタクトって初心者にはとっても難しい感じで、僕自身も使い切れていないところがあります。でも、 この CR8 はとっても簡単で使いやすいですので皆さんに紹介することにしました。この CR8 をインストゥルメントトラックに挿入したらまずはサイズを確認してください。画面右の角にあるこの3本線のところからサイズを変更できます。例えば今は僕は150%にしています。 100%にするとこんな感じです。自分の好みに合わせてください。そして、この Cosmos というソフトは通常はスタンドアロンソフトですので別に立ち上げないといけないんですけれども、これが立ち上がってなくても CR8 の左側の虫眼鏡のようなアイコンをクリックするだけでこのように出てきます。そこでちょっと ピアノの音を検索ししてみましょう。ワンショットにしましてそしてインスルメントでエレピの音を探しますキーズというのを選びましてエレクトリックピアノを選択しますするとこのように出ましたのでちょっと聞いてみますはいこの音を使うことにしました 通常はこれをドラッグドロップで持っていくんですけれども CR8 と Cosmos は兄弟ソフトとしてうまく連動していますのでダブルクリックだけで CR8 に持ってくることができます。はい。このようにできました。サンプラーというものを初めて使う人にもわかるように説明していきます。一番簡単なのはここで ハーモニックかメロディックというのを選択します。そうしましたら、トラックのモニター、ここですね。ここがついていることを確認してください。そして、ミディ鍵盤がちゃんと動作しているときは、このように音を弾くことができます。 サンプラーというのはこういうものです。音ネタを入れたものを音階のようにできる。いわゆるもうここで一つの新しい音源ができたということになります。この音源のルートをどこに設定するかというようなところがこの左にあります。今 C3 という風にしてみますが、オクターブ上げてみましょう。ここで上げると同じ鍵盤を押せば、 音は低くなります。はい。C5 にしました。同じように弾きますと低い音がなります。はい。こんな感じですね。じゃあ、これを元に戻します。はい。C3 に戻しました。はい。このように、 ルート音というのを設定できまして、これを逆に低く下げると、同じ鍵盤を叩いても、音は高く演奏されます。今日は全機能を細かく説明するというよりは、初心者の人が分かっていたら便利というところを主に解説したいと思います。そして、このサンプルの長さというのは、サンプルの右上角を引っ張ると、 このように短くできます。ここまでを使うということですね。そして、ここにあります3つのボタンで、この2つ目を押しておくと、ちゃんとこのようにスナップが効きまして、きっちりしたところに置くことができます。そうすると、ここで鍵盤を押したままにします。はい。 ここで止まります。もう一度押します。はい。ここで切れるわけですね。この切れ方がちょっと不自然だと思ったら、フェードアウトができます。これはこの下のボタンです。はい。このようにすることで、フェードアウトができるわけです。はい。自然になりました。もっとやってみます。 はい。こういうように、フェードアウトを作ることができますし、フェードインも作ることができます。これでアタック感を弱めることもできます。はい。オルガンのような響きに変わってきました。もう一度戻しておきます。 はい。こうしましたら、次は、ここにピッチがありますが、このピッチは、まあ、最初は触らなくて大丈夫だと思います。ループを、こうやってクリックします。すると、歩いて以上の長さを押すと、ループします。僕は今、一回だけ押しただけです。このようにループするわけです。 今度はそのループですけれども仮にこのように4小節分のループを作ってそしてメトロノームをオンにしています今再生をするとこんな感じですはいこの DAW のスピードとシンクロするとかいうのはこの上の画面で選択できます 例えば、これをオフにしておけば DAW のカーソルがどこにあろうと自分の思ったように演奏ができます。はい、今、完全にテンポとは無縁に演奏しました。今度はこれをチェックしておきます。 はい。ループさせて長く押してると必ず先頭が合うようになります。シンクロロックにすると。はい。これはこのクリック音が始まるカチ、カチ、カチというその間でもしキーを押したとしても このカチカチというタイミングにしか発音をしなくなります。これはアルペジエーターなどを使っている時に自分の弾き方が若干速くなったり遅くなったりしても綺麗に弾けるということになります。でもまずは通常はここはオフにしておきましょう。そして面白いのはこういうリバースというのもできます。こうやっておけば必ず後ろから再生します。 はい。このようになりますし、今度は、これをやっておけば、行ったり来たりします。僕はキーは一回しか押してません。押し続けています。このようになるわけです。そして、この手のマーク。 ここにフリーズオンというのがあります。音をフリーズさせるという意味です。ですから、ここでこれを選ぶと再生カーソルが動きません。最初の音を固定して鳴らすということです。音はブダーのように変わりましたね。また、そのスピードを上げていくこともできます。2倍にするというのを押せば、このように、 早くなります。もっと押せばこのように4倍になります。はい。このようにして正確にもできますし、こういうのを微妙に動かした場合、元に戻したりするのには、Alt キーを押しながらクリックすると初期値に戻ります。どのつまみも全く同じですので、初期値に戻したいときは、Alt クリックをしてください。そして、 先ほど言い飛ばしましたが、ゲインはここで変えることができます。これを変えると音のゲインが変えれます。波形もこのように大きくなったり小さくなったりします。ゲインとよく似ていますが、この右側にあるのがボリュームです。ボリュームを上げていきます。 はい。このようにボリュームを調整することができます。ゲインで上げるのとボリュームで上げるのでは最初に上げるか最後に上げるかですので、この中で色々音を作っていくのに結果が若干変わりますので、その辺のところは使い分けてください。その下にはフィルターがあります。フィルターは通常はオフになっていますが、これをオンにするとこのようにカットオフができます。 カットオフを下げていくとこのようになります。高音成分が取られました。その逆の低音成分、このままでは音が鳴りません。戻していきます。このようにして、 フィルターを触ることができます。ここらは皆さんいろいろいじってみてください。レトナンスというのはバイオン成分のように共振します。これでドライブをかけます。はい。 このようにシンセサイダーみたいなことができるわけです。次に ADSR についてお話ししたいと思います。このブロックは音の特徴を編集したりすることができるとっても重要なツールでして、シンセサイダーなどでこの項目はよく見られます。黒いノブだけを見てるとよくわからないんですけれども、この右の下に小さな三角がありまして、それを押すと このような画面になります。そこで今選択している A1 というところを下のプリセットエリアででも選びます。そうするとこのような波形が出てきます。ADSR とはアタック、ディケイ、サスティン、リリース。この役目でして音をデザインする上で重要な要素です。アタックという言葉はよく聞かれますけれども 立ち上がりの状態です。いわゆるこの部分ですね。早く立ち上がってくるか、それともゆっくり音が立ち上がるか、それをこのようにして変更できます。ディケイは音のボディになる部分です。これをこのように変更できます。そしてサスティーンは音の長さです。リリースはそれが終了するための 時間です。各ポイントにある青い小さな点も、そのエンベロープのカーブを変更することができます。こういうことですね。もちろんこの絵でもできますが、絵を見ながらこのようにつまみで変更することも可能です。ちょっと音を鳴らしながらやってみましょう。 はい。今、アタックはそこそこ早かったですが、アタックを収めます。このようになります。そして、すぐに終わるように、このようにします。キーボードを離すと、すぐに音が止まります。これを長くすると、キーを離しても、 余韻が残ります。このような形で音のエンベローブを触っていくことになります。そして一番右の方にレガートというのがあります。このレガートをオンにしておくと音を例えば銅と銅のシャープのように隣接する音などをトリルのような弾き方をするときに 音が途切れるか途切れないかです。こういうふうに音が途切れないか、このように音が一度ずつ途切れるか、このようにして制御できるようになっています。次に M1 から M4 というボタンがあります。 これはモジュレーションです。LFO とシーケンスとかいうことがあります。ここに対してはあまり複雑になりすぎると初心者の方にわかりにくいですので簡単に一つだけやっておきたいと思います。まあこのように波があるわけです。この波はこのところからプリセットを切り替えることもできます。また自分で波形を書くこともできます。 鉛筆を持てばこのように書けるわけです。まあ、その詳しいことは次の段階としまして、まあ、LFO で一番使い道があるのが、ここにあります、チューン。いわゆる音程が揺らぐ、ビブラートのような使い方をするときです。そういう場合は、ここで M1 をチューンの上に乗せます。はい。 今、ゆら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 しだしましたけれども、この度合いを切り替えることができます。この小さな M1 というところを押して、そして上にドラッグします。すると数字が上がっていきますよね。これでちょっと弾いてみましょう。<noise> こういう風うになります。これを 度合いを低めると、この LFO のかかりが緩くなるということになります。この使い方って入れただけでは何も変わらなく、これが0になっている状態でしたら、このシーケンスを一旦リセットします。今は小さなシーケンスですので、動きがほとんどないですよね。 ほとんどまっすぐです。これをこのように変えます。すると上のチューンも動き出しました。これを強めます。アルペジオのような形の音が鳴ります。このようにして モジュレーションを追加できます。一つのところにこのように複数個入れることもできます。四つのスロットがありますので、四つのモジュレーションをいろいろ組み合わすこともできるということになります。そして、その一つ一つでこのように度合いを変えるわけです。 はい。こんな風にして使うわけです。では、一旦これを削除しましょう。右クリックをすると、ノーンというのがありますので、これで、モジュレーションがかからなくなりました。こんな音です。先ほども言いましたように、このモジュレーションや、そして ADSR のプリセット、 そして、ここにミリ i キーボードでのモジュレーションのかけ方など、それは次回以降にしたいと思います。それでは、この今入れてる音ですけれども、これにはレイヤーというのを作ることができます。もう一つの音ネタを一緒に重ねるという意味です。今度は全く違う音にしてみましょう。例えば、ベースを選択します。 ここをクリアしまして、インストゥルメントから、ベースのワンショットを取ります。ベースギターというのを選びます。そうしますと、はい。こういう風うに、ワンショットが入っているわけです。じゃあ、このワンショットを、 こちらに入れましょう。その時は、ここのプラスマークを押して、このように新しいスロットを作ることもできますし、一旦ここで、このバツで削除します。次の方法としましては、これをドラッグしていって、プラスのマークの上に重ねます。こういうことで、二つ目のレイヤーを作ったり、 いくつかの方法でこのレイヤーを作る方法があります。そして今2つの音になりましたので、鍵盤を弾くと2つの音が同時になります。はい。例えば、先ほどのエレピの音を神高い音にしたいと思った時、 こちらのタブを押しまして、この C3 というのをオクターブ下げます。C2 に落とします。そうしましたら、ここで同じ音でも高い音が鳴ります。はい。そして、ベースの音が長く続いていますので、これをちょっと短くしておきましょう。 こちらの方のタブを選択します。そうしまして、音を短くしておきます。ちょっとフェードもしておきます。そうしましたら、このようになります。はい。もうちょっと短くってもいいですね。はい。それで、 この割合とかバランスとかをどうやるかというと、ここの上のところにミキサーがあります。このミキサーで音量やパン、それらをコントロールすることができます。パンとかは右に振る、左に振る。これは分かっていますよね。そしてボリュームのバランスを整える。ベースをちょっと小さめにしておきます。このようにすると、 という風に通常で言うミキサーのようなことをできるわけです。また、ここではソロにすることもできます。はい。ベースだけになりました。これを、こちらをソロにすると、はい。ちょっとエレッピの音とはほど遠くなっていますが、このようになるわけです。 そしてここに青いバーがありますね。これをクリックすると音がミュートされます。今押してますがなりません。このようにソロがあるのにミュートがないというのはこのような使い方ができるからです。そして第1回目の最後になりますけれども、それはこのピアノのマーク、キーボードの 割り付けをどうするかというのができるわけです。例えば、今はどの鍵盤を押しても2つの音が鳴るようにセットされています。はい。思いっきり低い音を押しても、このように2つの音が鳴るわけです。でも、一つ一つ、 音域というのを変えることができます。今、ベースの音を選択しています。ですから、ベースはちょっと鍵盤の低いところ、ここまで使いますよというような感じにして、こちらの方は高いところを使いますよ。このようなセッティングができるわけです。そうすると、 低いとこを押すと、ベースしかなりません。高いところに行くと、エレピの音だけがなります。はい。エレピの音と言いながら、先ほどから気持ち悪いですよね。ですから、これのアタックを早めておきます。 はい。これで気分が良くなりました。このようにしましたら、左と右手で、このような弾き方ができるわけです。そしたら、ベースがちょっと小さいですので、ミキサーでもう一度上げます。 はい。こんな形でキーボードのエリアを指定することもできますし、ある一定の強さで弾いたとき、いわゆるここはベロシティですね。これ以上の音は強く弾いてもならないとか、これ強く弾きますね。はい。音ならないですよね。緩く弾きます。 このようにしてエリアを分けれるということになります。そして鍵盤を叩いて音が鳴ることはこのように楽曲でどう使うか。それはここに MIDI を書くことです。このようにクリップを作りまして、そしてこれをダブルクリックしますと、ちょっとこれ画面を消しておきますね。このように MIDI のピアノロールが出てきます。 そうしましたら、今、ドラムのキットが入っていまして、C1 のところにありましたので、通常のドラムと同じようにですね、このように打ち込んでいきます。そして、スネアを入れます。そして、ここにハイハットを このように入れてみます。そしてこれは複製をします。はい。こうしてドラム用のミディを書いたり、もしこれが普通のメロディ楽器である場合は、ここにドレミファを書けばいいわけです。そしてこれを再生します。はい。このように、 音を演奏することができます。今日は全体の機能の6割ぐらいで、第1回目として最低分かっていた方がいいことを取りまとめました。第2回目も今日話せなかったようなことや、高度なモジュレーションとか、ADSR のプリセット、そしてここでのミディホイールを使ったり、ピッチベンドを使ったりとか、 するような、そういう機能も次の時点ではお話をしたいと思いますが、先ほどやったモジュレーションの1個目のチューンにかける、これでビブラートのことはできますので、まずは一通りの CR8 を使いこなすことはできるんではないでしょうか。レイヤーはこのように重ねていくと8つのレイヤーまでを作ることができます。 それをバランスよくすることによってできるわけです。もしそれでも慣れないけれども、でも安く買えたから使ってみたいという人は、一番上にあります、プリセットを使うことです。ここを選んで、そしてこのようにシンセだとかいろいろあります。例えばリードとかですね。そしてインストゥルメントで言えばベースであったりとかですね。 マレット、そしてドラム。このようなものもありますので、これらを上手に使えばいいと思います。このドラムをドラムキットの中から適当に選びます。はい。そうしましたら、このようになりまして、C1 のところに短くこれは一つ一つ割り当てられています。これは、このように弾けるためです。 これで普通のドラムを入れるようにというような形でできますので、クローズハイハットをこうやって、そしてスネアというようなドラムキットにもなるわけです。このように上のプリセットから 多分100、200以上あるプリセットを上手に使って、まずはこの CR8 に慣れてみてください。今日は長い時間ご視聴ありがとうございました。DTM の幅がぐーんと広がるような、このサンプラーというソフトをうまく活用して楽しい音作りをしてください。そして自分なりな音源ソフトを 作れるというようなイメージでしっかり勉強していただくと楽しい DTM ができるんではないかなと思います。村長でした。